今までに話してきたこれやばくない？12時間ライブやってた時はね、自分でその週その週にまとめてね、今はもうなんか結構皆さんと同じ視点というかね、一読者としてこう楽しんでるって感じするよな。ワンピースを前より楽しめてる感じがするんだよね。考えていくとね、批判する人も出てくるしね、こうだって断言するとねアホだな。ボニーの背中っていうタイトルのやつあるな。エッグヘッド上陸した時にシャツ脱いでこうやって水絞ってた時のボニーの背中のことだろうな多分。あれ小田先生に感謝の意を表明したいとか使えてるわ。エッグヘッドとパンクハザードの話あれどこだ。あったあったあった。ボニーの背中一回読む。ただただ小田先生に感謝の意を表明したい。クリムゾン先生とも話をした部分でもあるが、世界一の漫画ワンピースはもうギャンブルをする必要性はないはずでございますと。 PTA の目や少年少女の親御さんのことを考えれば、今回のボニーのシーンはもっとソフトにできるはず。小田先生のチャレンジ精神、そしてサービス精神、そして飽くなきエロへの追求心に敬意を表したいと。考察要素を挙げるならば、前回水の中のボニーが子供の姿だったこと、今回全く恥ずかしがる素振りを見せず、裸になったこと、ボニーの化粧が子供がするような、下手くそな化粧であること、このあたりを加味するとやはりボニーは前回の姿、少女の姿が真の姿の可能性が高いのかみたいな話をしていますねなんだこれ、敬意を表したいって何なんだ。でパンクハザードのこれだけじゃちょっとみんなに説明できねえな。見つけたらっていうか、もう一回まとめ直さなきゃいけないね。パンクハザードとエッグヘッドのリンクしてる部分っていうのがね。そうするとこのパンクハザードで起こった出来事、これが全てエッグヘッドで起こるっていうよりは、箇所箇所骨格が似てるっていう話になると、大きな予想をすることができるんじゃなかろうかとかね。その後の島の流れっていうのが、今度ドレスローザとエルバクっていうのがリンクしてくるんじゃないかとかね。それともドレスローザって世界の縮図、俺の育った国に似てるなとかっていうルフィの発言とかもあったりしたんでね。もしかしたらもうマリージョア編というかね、そっち側になるのかもしれないし。マリモマリモさん、ご意見ありがとうございます。お疲れ様です。唐突な思いつきですが、憎まれ行方不明になったリリー、罪を背負うズニーシャが同一だったらと思いつきました。ポーネグリフをばらまいたことがリリーの罪で、ポーネグリフと関わりが深い和の国のズニーシャが繋がりそうだなと、帰れなかった理由にもなりそう。この項に肉付けの上、殺意いただくことは可能でしょうか。これ俺も考え、もちろん考えたこともあるし、皆さんも考えたことあるんでしょうけども、リリーとズニーシャは同一人物説でしょ。ただ、そのズニーシャって、900年前に生まれた、800年前に生まれたとかじゃなくて、1000年以上前から歩き続けてんだよね。だからズニーシャとリリーが同一人物だとするならば、ズニーシャ、リリー、ズニーシャってなんなきゃいけないの、歴史上歴史の年表上。ズニーシャがリリーに一旦なってズニーシャに戻ったっていう、この話をまずこう説明しなきゃいけないんだよね。この話走らせるなら、それが極めてむずいんだよね。悪魔の実によって一時はリリーの姿になれたっていう話にするのか、リリーなんていなかったんじゃないかとかね、そもそもだこの話を走らせるにはそこをまずはしなきゃいけない。ただリリーが失踪してしまって、で歴史の中においてもいなくなっちゃったってこと。ネフェルタリ家は空白の100年が明けた後にマリージョアにみんなが引っ越そうとしたと。天竜人というか世界各国の王族たちは、天竜人のドンキホーテ家もドレスローザっていう国を捨ててマリージョアに引っ越していったと。でネフェルタリ家だけが引っ越しを拒んだんだけど、その時にリリーは空白の100年の戦争が明けた後にアラバスタに帰ったと思ってたんだよね。五老星とかもね、ポーネグリフをばらまいた後にアラバスタに帰ったと思ってるんだけど、文献的にはリリーは帰ってきてないと。アルバスタにどこ行ったか分かんない状態になってると、ポーネグリフばらまいた後で、その弟だったやつが王家っていうのをやり始めて、でそれがコブラーたちの祖先にもなるっていう、ね、ところだよね多分ね。なのでリリーがどこに消えたのか、どこに行ったのかっていうのを考えるのはめちゃめちゃ熱いし、もしかしたら我々が知っている誰かかもしれないし、過去編に出てくる超重要な役回りなのは間違いないんで、誰かなのか、ここは熱いところだよね。でそれがズニーシャになっちゃったって、まあ、考えるのは避けては通れない道だよね。罪と罰とか消えちゃった後誰かになったとか、なんかそういう考えで言うとズニーシャ筆頭だもんね。ただそのさっき言った通り、ここをまずは説明したいというね、この殺に行く前のつかみのところでただこういうのがなんかね、いい考察になったりするんだよな。みんな、いやそんなわけあるかいって思うでしょ、でもみたいなさ、こういうのがなんかね、いいよね。あ、ズニーシャ双子説とかと混ぜてね。
34巻323話でルフィが描いた船大工の絵に対してサンジがタコの血を引いてそうだから海でも追ってきそうだと発言しているシーンがあります。もしこれがティーチに関係する伏線だったら面白いかなと思っています。例えばタコの半魚人は悪魔の実を食べてても海に溺れないとか。ああ、そうか、この34巻323話、これこの発言をそういう風に捉えることもできるか。323話、水の都ウォーターセブンと、めちゃめちゃ大事なとこっすよ。ルフィが描いた船大工の絵、そうそうそう、これなんか宇宙人みたいなやつね、これね、船大工5メートルみたいな、こういうやつをみんなで探すんだ。もしいたら俺は逃げる。ああ、俺もだ。船があれば海へ逃げる。だからタコの血を引いてそうだから海でも追ってきそうだ。何の話してんだお前ら。いや、これ重要だよな、今考えるとな。なんかギャグだけど、俺はこんなやつを仲間にしてんだっつって、ルフィが似顔絵を描くんですけど、へったくそな。で、これがなんか意味深な、なんか形なんだよな。ウルトラマン的な、わかんないけど、こんな感じに鼻が通ってて、で目真っ黒で、で、なんか変な三角帽みたいなの被ってて、で、なんかしましまの服着てるやつみたいな。これ見てタコの血を引いてそうだからって、サンジが言うのも不自然だよね、ちょっとね。タコ要素そんなないのよ、別に。ああ、俺もだ、船があれば海へ逃げる。だがタコの血を引いてそうだから海でも追ってきそうだ。だからまあこれが黒ひげとめちゃめちゃに出たりしたら、なんか根拠の一つ、黒ひげタコの半魚人説の根拠の一つとして加えられそうな感じもするんですけど、この絵そのものが黒ひげにそんなに似てないんでね。ただタコの血を引いた何かみたいなのはなんか示唆されてる感じはするね、確かにね。ノリが良かった頃のサンジというこのね意味は何なのでしょうかと。でまあ私タコと巨人のウォータンなんじゃないかっていう結論も出してますけども、黒ひげに関してはどうなるのかと。レポさん800回ありがとうございます。もち先生こんばんは。先週のアニワ見て思ったんですけど、ローたちの潜水艦ポーラータンク号って動力は何なんでしょうか。ワンピースの世界で電気とかガソリンとかないですよね。一応ありますよね、多分。他の海賊船は帆船だから動力いらないけど、潜水艦はそうはいかないですよね。札をお願いします。いや確かにポーラータンク号は船としては発達はしてる方だよね。それがどこの技術なのかとかを考えるのはなかなか難しいのかな。ノースブルーの技術なのかな。ノースブルーといえば、まあ、ジェルとかその辺もあるんで、ホログラムとかさ、セラフィムとか、あまりにも時代にそぐわない技術には感じないかな、その潜水艦の技術はね。他の船よりも確かに科学的には上なんだろうけど、間違いな技術には感じないかな、そんなに。世界初の潜水艦とかって検索してみる。ノーチラスはナポレオンの要請により、ロバート・フルトン、なかなか意味深な名前が、ロバート・フルトンが1800年に設計した世界初の実用潜水艦であり、ベルヌのノーチラスもこれに由来している。1930年に完成したアメリカ海軍のナーワル級潜水艦ノーチラス、アメリカで1954年に完成した世界初の原子力潜水艦ノーチラスの名称はベルヌのそれに由来すると。この潜水艦は1958年に初の北極海横断潜航に成功したと。なるほどな。だから1800年とかにはもう設計されてたって考えると、大航海時代とかその辺からあまりにもこうかけ離れた世代の技術じゃないっていう話だよね。で もっとこの近代になって1930年とか1958年とかの潜水艦が有名だけど、実際の技術とか実際の設計っていうのは1800年とかにはもうあったっていうところなんで、 あまりにも場違いな科学力って感じではないんでしょうね。まあ、ポーラータンク号がどの年代の潜水艦をモチーフにしてるかっていうの多分小田先生も細かくやってるでしょうからね、わかんないですけど、もしかしたらその潜水艦詳しい人からすると、いやこれ大航海時代の技術の潜水艦じゃなくて、めちゃめちゃ近代のこう技術がこう搭載された潜水艦ですよ、小田先生が描いてるポーラータンク号はって言うんだったら、ノースブルーとかにもしかしたら場違いな科学力を持った組織がいるかもしれないみたいな考察につながっていくのかな。その判断がポーラータンク号を見ただけで私はできないんで、一応技術としては現実世界には潜水艦の技術は1800年頃にはあったというところでございます。まあだからその辺をみんなが参考にして、いろいろ漫画とかゲームの世界とかアニメ映画の世界とかでみんなが使ってるんだね、ノーチラス号っていうのはね。世界で一番有名な潜水艦みたいな話なのかな、ノーチラス号。